はい、ロック福田の腕時計魂。今日はおなじみこちら茗荷谷の播磨坂にお邪魔しております。もう今日5回目あっという間にですね。モリッツグロスマン、はい、僕らの大のお気に入りのお店、はい、今日はまた特別なモデルがあるそうなんで、はい、早速見に行きましょう。はい、で失礼します。はい、どうぞ。こんにちは。じゃあ今日もよろしくお願いいたします。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、はい、今年の新製品、含めてですね、あと来年の発売の予定のモデルもございまして、2022年の新作とですね、はい、2023年発売の予定の、はい、お品物の、5型、はい、すごいそれはちょっとラインナップ多いんですけれども、ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、でまず早速ですね、こちらでございまして、はい、まず1本目、こちらは今年の、はい、新作になりまして、はい、3月発表になるんですけれども、セントラルセコンドパープルダイヤル。あ、はい、はいはい、この前リリースでパープルダイヤル。そうですね、はいはい、また新たな展開としてセントラルセコンドが始まったんですけれども、はい、そのカラーバリエーション違いという形になりまして、はい、まあ、この紫というのがですね、やっぱりグロスマン、はい、針にもあの紫を採用しておりますけれども、はい、まあ、非常に特別な色。そうですね、特別なお色でございますので、それを文字盤に採用したモデルになりまして。見ても大丈夫ですか。はい、どうぞ。ちょっと濃い色で、あ、本当だ、紫だ。そうですね、本当だ、はい、あ、すごいや、この色。もうあの一見してあのパープルというところの主張があまり激しくなくてですね、あの角度によってはちょっと黒っぽく見えるような、あのすごく落ち着いたあの紫ですので、まあ、なかなかこのステンレススティールのケースと、でこれあの珍しくてですね、蓄光 の文字盤になっておりますので。あ、そうなんですね。はい、ですのでインデックスと針があの暗いところで光る形になりますので。失礼します。まあ、非常に実用性の高いお品物になりますので。あ、これ近くで見るとまた全然印象違いますね。そうです、はい、こうやると、うんうん、これいいね。はい、いや、すっごい綺麗で催眠術にかかりそうだ、うん、裏もいいな。写真だとね、もっと紫だよってわかる、ね、あれなんで、こう誇張しているというか、うん、紫が華やかに出るんですけれども、これ実物はかなり深めの、ね、白い、はい、紫なので。後ろのネジも紫ですね。そうです、はい、すごい、わー、素敵。これ渋いです ね、なんともこう憎い感じで。これストラップは何か特別な？はい、あのクーズという、はい、あ、クーズ動物の、はい、触ったことがない感じの、ちょっとこう肝がかったヌバックのような感じになるんですけれども、うん、はい、通常のこのラインナップですとアリゲーターのストラップになりますので、うん、まあ、どちらかというとステンレスに合わせてクーズのストラップとなりますので、はい、こう何でしょう、あまりゴージャスすぎず、はい、あの実用性を重視したモデルになります。はい、なんともいいですね、これ。これ限定なんですか？こちら限定25本のお品物でございまして、はい、あっという間になくなっちゃいそう。はい、これいいですよ。あの、思ったより重くないんですね。そうですね、ステンレススティールケースですので、うん、はい、非常に使い勝手がよろしいかなと思います。うん、今日の福田さんの格好にすごく似合いそうですね。これ、あ、本当だ、おしゃれだ、うん、あの、ちょっと小豆色にパープルで、うん、いいね、こんな感じ。続きまして2本目ですね、こちら、はい、トレンブラージュというモデルでございます。トレンブラージュ、はい、なかなかこう聞き慣れないトレンブラージュというお品物なんですけれども、はい、あの文字盤が非常に特徴的な文字盤でございまして、はい、あのモリッツ・グロスマンはですね、あの裏のムーブメントにあのエングレーバーによる手彫りの彫金をしているんですけれども、うんうん、そのエングレーバーによる彫金の文字盤になっております。へー、はい、元々このトレンブラージュというのがですね、フランス語で震えを意味する、うんうん、あの言葉でございまして、まあ、ヴィランと呼ばれる彫刻刀をですね、こう上下左右に揺らしながら彫っていくという技法なんですけれども、うん、通常の時計でいうところの、文字盤に転写してプリントをするインデックスであるとか、あのメモリの部分っていうところをですね、その部分を残してそれ以外の余白の部分をこうへこませたように、それ以外の部分を全部彫り込むという版画みたいな感じ。そうです、はい、
ですので、こう浮かし彫りといって、そのインデックスの部分だけ浮いて見える立体的なものでございます。はい、それができるようになるまで恐ろしい年数がかかりそうですね。そうですね、はい、本当に浮き彫りになっている。そうで、特にジャーマンシルバーの素材でございますので、やはりまた真鍮であるとか金であるとかっていうのはまた違いますので、全エングレーバーができるっていうわけではないとは思います。はい、あ、すごいな、これブランドロゴも浮き彫りにしてある。そうですね、うん、はい、ジャーマンシルバーって日本語で言うと何でしたっけ。洋銀という形になりますね。銅と亜鉛とニッケルの合金になるんですけれども、はい、これ通常よりも文字盤の板を厚くしたりしてるんですか。厚めでないとこの立体感が出せないというところがございますので、これでも1枚しちゃうのにどんだけ時間かかるんだ。かなりの時間を要するとは聞いているんですけれども、この文字盤にこのパリバイオレットですか。そうです、はい、合わせてございます。すごい、この組み合わせがたまらないですね。なんかちょっと海外の絵本みたいな雰囲気ですよね。うんうん、虹が見えますね、これ文字盤に。こうやって、ね、はい、ここに虹が見えるんですよ、福田さん。見た？あ、本当だ。これはこの時計だけですか？そうですね、はい。すごっ。独特なこの雰囲気を醸し出しているんで。これは何本なんですか？こちらはですね、去年の、2021年11月にグロスマンが13周年を記念して作ったモデルになるんですけれども、はい、記念モデルなんですが限定ではなくてですね、はい、通常のレギュラーのラインナップとして現状はございます。ただどうしてもこう職人の一枚作りの、はいはい、文字盤になりますので、そう大量生産をできるわけではないので、まあ、現状かなりご注文いただいているものもあるんですけれども、まあ、非常に納期がかかっていて、これが今第1号、日本第1号なんですけども、ほぼ1年がかりで入ってきたものになりますので。これダイヤル掘れる人って何人ぐらいいるんですか。はい、1人と聞いてます。たった1人なんですね、はい、それはちょっと、まあ、下手な限定よりも数少ないんじゃないですか。少ない可能性はあります。でもこの風合いはきっとその方法以外では出せないんでしょうね。そうですね、はい、なんか機械でチャレンジしても多分無理なんだと思う。すごいね、これね、うん、本当にね。でケース展開がステンレススティールとこちらのローズゴールドの、はい、2種類ございまして、また雰囲気が実はすごく変わりまして、で、ね、でローズゴールドに関しましては、この赤みのある色目がですね、このトレンブラージュのダイヤルに少し反映されますので、はい、ちょっとこうシャンパンがかったような深い色に見えるので、うん、はいはい、じゃあステンレスの方は明るい、はい、てかシルバーっぽい感じに。そうですね、はい、そうですか。すごいな、やっぱりこれずっと見てられるな、はい、で3本目がそうですね、続きまして3本目、さっきからすごいな、はい、ね、こちらはもうレギュラーのラインナップで既存のモデルでございますけれども、はい、初めてご紹介させていただく、はい、トゥールビヨンでございます、はい。でグロスマンが2013年に開発したトゥールビヨンでございまして、はい、完全自社設計の、3ミニッツフライングトゥールビヨンでございます、うん、すごいな。で表示の形式なんですけれども、はい、地震、分震、秒針が3本別軸に分かれたレギュレーターという、はい、表示形式にしてございまして、まあ、今一般的にこう現行で出ているトゥールビヨンっていうのは1分間に1回転キャリッジが回転する、まあ、それを応用して秒針をつけることによって秒表示という形にしてあるものがほとんどだとは思うんですけれども、こちらに関しましては3分間に1回転しますので、まあ、秒表示というのはまた別に設けてありますね。でこのフライングトゥールビヨンというものなんですけれども、通常のトゥールビヨンというのはこのキャリッジという大きなカゴですね、はいはい、それを回転させることによって精度を出すんですけれども、通常ですとこう、ムーブメントのですね、下と上、両側でサンドイッチしまして、で、まあ、固定するものが一般的なトゥールビヨンなんですけれども、それをですねフライングトゥールビヨンっていうのは片側下側だけで、うん、受けることによって、まあ、見た限りですね、こう宙に浮いて見えるように
形になります。実はですね、こちらもともと見た目のために作られたものではなくて、ムーブメントをいかに薄く作るかっていうことで考案されたものだそうなんですね。なるほど、そうなんですね。じゃあその結果的に見た目もなんか、そうですね、見た目も良くなって、はいはい、かつその薄くすることにも成功したというもので、うん、でこのフライングトルビオンですね、実はグラスヒュッテのアルフレッド・ヘルウィグさんという方が考案したものでございまして、はい、グラスヒュッテ初の構造になります。へー、はい、そのフライングトルビオンって、はい、何年くらいに、およそですね1920年ぐらいに発明されたと言われております。うん、はい、そんなにすごい昔じゃないんですね。そうですね、それでもまあ、うん、約100年ぐらい前になるんですけれども、比較的構造としては現代に近いかなとは思いますね。なるほど、はい、まあ、マルちゃんも見ないですね。はい、これはトルビオンが逆に回ってるんですよね。そうですね、通常ですとやはり秒針の役割を果たすので時計回りに回すんですけれども、中に歯車を一つ通常のものよりも多くありますので、なるほど、まあ、逆回転するんですけど、それで逆回転になってるんですね。はい、これスカイライフって書いてある？そうです、スカイライフ、はい、これは特別なトルビオンの中でも特別なスカイライフというモデルでございまして、はいはい、ブルーのダイヤルというのは唯一これだけなんですけれども、ダイヤルカラー綺麗ですよね。そうですね、ストラップもなんかそれに合わせて、はい、それに合わせてブルーの、ストラップに白いステッチを入れてありますので、まあ、こちらはですね 44.5mm、はい、かなり時計としては大ぶりになるんですけれども、うん、構造自体に非常にこだわりを持って作られた、うん、トゥールビオンでございますので、かなりグロスマンの独自性を持たせた、うん、構造になっておりまして、まあ、面白い部分というのが数多くございます。その中でもやっぱり特徴的なのがですね、通常トゥールビオンというのは秒針を合わせる際にですね、はい、秒停止装置がついていないので、そうですね、はい、秒まで正確に合わせるっていうのがなかなか難しいんですけれども、やっぱりこうグロスマンとしましてトゥールビオンというのは本来精度を追求するためのものですので、うん、まあ、秒まで正確に合わせてこそ実用性があるというところで、うん、秒針停止装置をつけております。あ、そうなんですね、はい、ただやはりこう、そうです、ピッと止まるんですけども、やっぱりこうキャリッジってすごく繊細な部分なので、はいはい、そこにテンションをかけるっていうのは通常はなかなかこう金属のレバーとかでっていうのは、はい、好ましくないんですけれども、はい、そこをどう解決したかというのはですね、グロスマンのこれはオリジナルなんですけれども、人の髪の毛を使って、はい、髪の毛をですね小さくブラシ状に束ねて、それをキャリッジに触れさせることによって止めるという、へー、はい、人毛が一番良かったんですか？そうです、いろいろ検査をした中で人毛が最も適して、はい、そうなんだ、過度な負荷をかけない止め方っていうのがこの人毛というところにたどり着いてですね、はい、実際にこれリューズを引き出すとですね、26分位置にその髪の毛のブラシが出てくるのがご覧いただけるんですけども、はい、状態で引いてあげると、リューズを引いてあげるとですね、はいはいはい、ボケ自体が止まります、はい、でまた解放するとまた動き出すというもので、 なかなかトゥールビオンで秒針停止っていうのは珍しいですので、痛っ、なんか歯ブラシみたいな感じになってるんですね。そうですね、はい、こうどう設置してるのかなと思ったら、こういう風に横から、で点輪ではなくても一番外に出てるのがこの V 字のアームなんですけども、はいはい、V 字のアームのところに入ってもちゃんとブラシ状なんで止めるようになってますので、うん、場所を選ばずにいつでも引いても止められることができます。一番最初にトゥールビオンが止められるっていうのをやったのってランゲでしたっけ？私が知ってる限りではランゲのカバレットですね。あれなんかこう針金のハンガーを曲げたみたいな変な形したのが、はい、みんなびっくりしたんですよね、はい、すげえアナログみたいな、うん、こう来たかみたいな。そうで、またもう一つですね、はい、特徴的なのが、実はこれ
あの歯車の軸の部分にですね、一部あの木材を使っておりまして。木材？はい、木です。あの輸送木という木でございまして、はいはい、あの木材でありながらあの石のように硬くてですね、うん、あの水に浮かべると沈むぐらいですね、密度が高くてですね、うん、で非常に油分を多く含むあの木材でございますので、うん、あの通常のこう金属のあのブレーキングをかける部分につけているんですけれども、通常ですと金属ですと、まあ、油を注油する必要はあるんですけれども、この木材あの油分を多く含んでおりますので、うん、注油がすごく少なくて済むという利点がございまして、うん、あのまあ、実際のそのロマンだけではなくて実用性を持たせるためにつけているものでございまして、うん、どうですか、重い？やっぱりすごい、これちょっと経験のない重さだよこれ。失礼します。すごいすごい、ずっしりと。あ、ずっしりきます。え、みちみちですね。そうですね、それは水に沈むよな。へー、あ、ちょっとこう油が出てる感じもね。へえ、高いんですかこれ。あの入手ができないという意味では。はい、はい、昔あのイギリスにですね、はい、あのジョン・ハリソンっていう有名な、はいはい、あのマリンクロノメーターを考案した、うん、あの時計師がいるんですけれども、あの彼はもともと大工でございまして、うん、まあ、それであってか、まあ、木の知識に長けていたのか、彼がそのオークであるとかっていう木材を使っていた中にその輸送木というものがございまして、うんうんうん、まあ、今日本では手には入らないんですけれども、あのすごくあの特殊なものでございまして、うん、実用性はすごく高いものでございます。なので、まあ、現代と過去、はい、いろいろ融合した、まあ、独自性のあるトゥールビオンという意味ではすごく面白い、はい、モデルかなと思いますね、はい、なんかじっと見ちゃいますよね。すごくすごくこうあのグロスマンらしくですね、大ぶりな天腕に、はい、キャリッジも含めると16ミリなのですごく大きいあのものを回転させてるんですけれども、うん、あのすごく見応えとしてはございまして、ただ欠点としてあのその大きなキャリッジを見せるために開口部を大きく開けないといけないので、あ、はいはいはい、あの6G1に大きく開いてるんですけれども、うん、そうすると、分メモリですね、で上にあるんですかね、あのそうです、10分間の分メモリが読み取れないので、それを解消させるためにですね、あの真ん中の長い、分身に、通常の先端ではなくてですね、カウンターウェイト、お尻側でですね、あのその10分間を表示させるという、ここにそうです、あの逆側に25分間の、はい、ございまして、なるほどなるほど、その10分間も正確に読み取れるようにということで、はい、考え抜かれております。はい、ギュッと詰まってますね、いろんなものが。そうですね、はい。こちらもですね、ぜひご覧いただきたいものがございまして、はい、あのフライングトゥールビオンの脱身機の模型でございまして、なかなか見る機会は少ないかなとは思うんですけど、これはドイツのロストック出身のですね、ティルマン・オン・デム・ケネセデックという方があの作ったものでございまして、1973年ぐらい の製品なんですけど、脱身機の模型というのはですね、グラスでのロスマンの大きく関わった時計学校 の、はいはいはい、あの卒業制作なんかに、うん、あの売られたものがあのフライングトゥールビオンの立ち行きの模型としてあるんですけれども、なかなか当時のものというのは当然残っていなくて、はい、残っていたとしてもすごく希少なので、うん、まあ、あの当然後悔はなるんですけれども、これはそういったものからするとどちらかというとまだ50年くらいですので、最近の、うん、実際に稼働することもできる。あ、そうなんですね。ありますので、これですね、ガラスを外してですね、ねじ巻きになりますので、下側に、ここを全部巻いてあげて、おお。通常の脱身機の模型ではなくて、フライングトゥールビオンの脱身機模型というものでございまして、はい、あのこれはこのテイルマンさん本人が、うん、先ほどのクロスマンのフライングトゥールビオンと同じアルフレッド・フェルビルさんのものをあの
地域で作ったという形です。すいませんただこの音からしてもやっぱりこう昔のものを実際に体で感じていただく面白いだったんですので、もうなかなか目にする機会は少ないかと思うんですけども、もう我々もあのドイツのオークションハウスからですね入手しまして、はい、構造自体をあのよく知ることができるというのはあるんですけども、はい、まあ、オブジェとしてもすごく面白いかもしれないですね、はい、お子さんとかずっと一日こう見てそうですね、そうですね、はい、素敵なおかわりが、うん、はい、続きましてですね、これも既存のモデルになるんですけれども、あのテフヌとレディというモデルでございます。はい、はい、あのグロスマン初めての、レディースのモデルでございまして、2015年からの展開になるんですけれども、まあ、あの我々このグロスマン社がですね、女性の CEO クリスティーヌ・フッターなんですけれども、はい、やっぱり彼女があの一つのブランドとして成立するために、あのレディースのラインというところをあの充実させたいというもともとの考えがございまして、今ではジュエリーラインとしてダイヤセッティングしたものとかっていう数多くあるんですけれども、それの一番初めのモデルでございますね。はい、レディースだから、はい、レディー、いいんですか、どうそれを。これ本当に素敵ですよね、はい、以前も見せていただいたんですけど、こう6時時にダイヤが止まっていて、こう、そこから流線形状にこう、MOP が彫ってあって、はい、本当に他で見たことないですよね、このデザイン、はい、あのカビではないですけど、とても女性らしいデザインですよね、はい、本当にあの品がよく、はい、あのさりげなくつけていただくのはもってこいかなとは思います。今日これがあるって聞いたので、ちょっとエレガントな服で着てみた。おお、はい、いや失礼します、どう、うん、なんか収まりがいいよ ね、はい、サイズもね、このサタテンジみたいなこの、ね、はい、ストラップもストラップもですね、素敵ですね、はい、やっぱり柔らかい印象になりますし、はいはい、で通常のグロスマン あのケースのフォルムというのは、あの41ミリ径も37ミリ径もそうなんですけれども、はい、ベゼルから裏蓋に向かってですね、はい、広くなっている台形になるんですけれども、うん、こちらのテフヌートのケースというのは、あの真ん中がこう膨らんだ丸みを帯びた、うん、あのケース形状になりますので、また雰囲気があのガラッと変わってですね、でかつこちらはレディースモデルですので、リューズにもカボションがついておりまして、うん、あのカラーストーンがついてるんですけれども、はい、あのそちらのホワイトゴールドはアイオライトの、はい、アイオライトがついておりまして、はい、ローズゴールドのパターンですと、あの赤いガーネットがついておりますね、はい、素敵ですね。ちょっともう 手から離したくないぐらいですけど、お渡しします。これで何ミリですか。こちらで36ミリ径になります。36か、はい、いいサイズ、あのサイズだな、魔のサイズですね、福田さんが好きな、うん、でムーブメントにも非常にこだわりを持って作られておりますので、はい、期待です、はい、今までの41ミリ径すごく大きなムーブメントというのを、うん、あのダウンサイジングしてあの小さくするということで、あのいろいろやっぱりこうグロスマンならではの独自の部分っていうのを崩さずにあのダウンサイジングした、あのかなり、うん、あの難しいムーブメントでございますね。やっぱりね、大きさがちっちゃくなるとそれだけ制約もね。そうです、はい、で今日はもう一本あれですよね。そうですね、はいはい、もう一つ、これはですね、来年2023年に発売の予定になるんですけれども、はい、あのこの先ほどのレディースの、テフヌートケース、丸みを帯びたデザインのものを、はい、あの使った限定モデルでございまして。あ、そうなんですね、はい、あのテフヌートシルバーフリクションジャパンリミテッドというこちらのものでございまして、はい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 、ちょっとまだ現物がご用意はできないので、うん、データになるんですけれども、このようなデザインになります。フリクションなんだ、しかも。そうです、あのね、綺麗な。そうですね、はいはい、あの以前でも取り上げていただいた37ミリ の、はいはい、あの福田さんがすごくお気に召していただいた、はいはい、あのものの第2弾という形になりますね。1ミリ小さい。そうです、はい、ケースフォルムが変わってですね、はい、いや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 、これあのほら名古屋で平野さんで見せていただいたやつの続きかな。あ、そうですね、はい、はい、そうです。そっか。でその前回第1弾の方は、はい、あのオリジナルに忠実にですね、あのアラビアインデックスだったんですけれども、はいはいはい、こちらはまた変えてですね、はい、オールローマンの本当にクラシックな、あのデザインになりまして、
シックですね。そうですね、36ミリですのですごく腕なじみがよくお使いいただけるかなと思いますね。でこれはケースは SS、SS ケースと、ローズゴールドケースがございまして、なるほど、一応 SS ケースで30本、ローズゴールドケースで12本 の、 制作予定ではございます。きっと争奪戦だ。だこれはそうですね、必死になるかなと思いますね。だから手を回さないと、うん、みたいな、ね、で特にこ の、 デフヌートケースでステンレスステールっていうのは初めてでございますので、うん、はい、39ミリは以前ピュアというモデルであったんですけども、うん、この36ミリ一番小さいサイズでステンレスステールというのは初めての展開でございますので、なるほど、かなり期待値は高いかなと思います、うん、でこの王道のスタイルですので、はい、まあ、現物はまだ来てないんですけれども、まあ、間違いなくいいものができるんではないかなと。そうですね、はい、やってみたいな。むむ、はい、むむ皆さんお楽しみに。はい、はい、では恒例のまるちゃんです。どうしようかな、勢揃いですね今日ね、勢揃い、むむ、うん、順当にいけばレディースのこれがつけたいけれども、うん、でもやっぱり現物がないけど来年に期待を込めてこれ選ぶっていうのはありなんですか、はい、あ、なるほど、もちろんでございます。って言われそうですけどいいかな、2023年、はいはい、すごいこれ気になります、はい、といってもあと数ヶ月でね入ってはくるので、はい、いや青張りですねこれね、はい、ということで皆さん今回はですね私こちらにしたいと思います。このモデルお名前がですねテフヌート36シルバーフリクションジャパンリミテッドと言います。すごく素敵ですね、はい、早く実物が見たい。僕も早く見たい、はい、うん、これいいな。はい、ということで今日も大充実ね、はい、でもあれだよね、幼稚園からさ、はい、いつもなんかゆっくりしてたい感じだね。わかります。ね、プチミュージアムみたいな。で僕はもう今日はあれだもんな、その23年に出るデフヌートの36のシルバーフリクションで頭がいっぱいで、私もちょっとドキドキしてます。あれいいですよね、うん、どうやったらあれを買うお金が捻出できるかと、うん、皆さんにかかってます。あ、違うか。あ、そうということでね、またこういうふうに、何度も来るお店というのも、はい、ね、いいですよね、うん、ありますので、はい、次回も楽しみにしていてください、はいはい、ということでまた見てくださいね。じゃあね。